それではご登壇いただきましたのは、先ほどに引き続き鶴谷先生とトリプルネガティブ乳がん患者フクロウの会の牧野あずみさんです。どうぞよろしくお願いいたします。さて牧野さんご自身もトリプルネガティブの乳がん体験者でいらっしゃいますが、先ほどの鶴谷先生のお話いかがでしたか？はい、トリプルネガティブ乳がんになってやっぱりネガティブっていう表現がただ治療法他に確立しているものと違って陰性だよっていう意味なんですが、ネガティブっていう言葉の重さにちょっとやっぱり自分がネガティブになってしまうっていうようなところもあったんですけれども、私は実際4年前に治療をもしまして今終了しているんですけれども、その時に聞いていたようなお話がもう本当に世の中にPAPインヒビターなんかも出てくるっていうことが分かってきて、やっぱり少しずつではあってもやっぱり進歩してきてるということが今日も分かって、はい、すごく勉強になりました。ありがとうございました。さて牧野さんはそのトリプルネガティブ乳がんの患者会もされてらっしゃると伺ってるんですが、そのフクロウの会というのはどのような経緯で結成されたか少しだけお話しいただけますか？私はフクロウの会トリプルネガティブ乳がんのフクロウの会の役員の一人をしております。代表は大阪のものでして、今日はちょっと都合により欠席なんですけれども、ホームページが今度の1月来年の1月で2年になります。でまだ私たちがトリプルネガティブ乳がんって分かった時にインターネットでも情報を探してもなかなか治療薬の情報、先生先ほどお話ありましたが15年以上新しいお薬が出ていないということで、なかなか情報がなかったっていうことからやっぱりネガティブな言葉に負けそうになりつつ、でも正しい情報を得るっていうことで他にもインターネットでトリプルネガティブに限りませんけれども玉石混合の情報がありますのでね、はい、トリプルネガティブに特化した情報発信と交流等を目的に行っておる会でございます。今牧野さんのお話もあったんですが、今日いただいた質問票の中にもトリプルネガティブをネット検索すると打つ手なしのような絶望的な記載に当たる率が高く、本人より周囲の人が誤解して心配するような気がします。トリプルネガティブとはホルモンレセプターもHER2も陰性の残りすべてで、逆にいろんな状況が入っていて一概には言えないという理解でいいんですよねということなんですけれども、鶴谷先生いかがでしょうか？まさに今おっしゃった通りです。あくまでも明らかなその分子のターゲットとなるようなものがまだ見つかってないだけでありまして、それが今こう見つかりつつありますし、今後もそういった努力はずっと続けられていきます。でそういった個々のですね、患者さんに応じた薬物が開発されていますので、決して未来は明るいと、私は決してという言葉に明るいは反対なんですけど、明るいと、未来は明るいというふうに感じております。はい、牧野さんもフクロウの会にいらっしゃる方々ってやっぱりそういう思いで結構相談に来られる方とかもいらっしゃるんでしょうか？そうですね。今日は本当にトリプルネガティブというテーマでこれだけ長時間にお話をたくさん聞かせていただいたんですけれども、一般的な乳がんの市民公開講座とでもこれだけ長く専門的なお話聞ける機会がないもんですから、やっぱりフクロウの会のホームページの方にももうトリプルネガティブに特化してますので、ホルモン等やHER2のお話は全く出てこなくて、特化した内容でということで患者様からの相談も対応しております。はいはい、そして先ほどの先生の講演にもありましたが BRCA の遺伝子検査というのはどのようにするのですかといただいています。こちらまた標準的な検査になるんでしょうかということもいただいています。はい、先ほどお話しできなかったところの最後、PARP 阻害剤と言われるところですね。これはPARP というのはその遺伝子の変異を障害を修復する酵素の一つで、BRCA と同じような役割を果たしています。で BRCA が異常の方はその代替としてそのPARP というタンパク質を使って DNA の修復を行っているんですが、これは僕実は飛行機の今日写真を準備してきてたんですけど、飛行機はエンジンが2つありますね。通常4つあるのもあるけど2つあります。あれ片っぽが潰れても多分飛行機飛ぶのは問題ないけれども、2つ両方潰れてしまうともう落ちてしまわざるを得ないと。でPARPとBRCAっていうのはちょうど同じような関係で、片っぽがちゃんと正常に機能していればそんなに問題はないんだけれども、それが両方潰れてしまうともう細胞が死んでしまうということですね。ですからそういうパープの阻害剤というものが BRCA の遺伝子異常のある方に特異的に効果があるということが分かっていて、それらはがんの細胞だけではなくて正常の細胞にも遺伝子の変異があるというのが、この乳がんの方の特徴でありますので、今後ですね、オラパリブというパープ阻害剤が承認をおそらく来年されると思うんですが、その際にはその適用となる患者さんは全て血液で遺伝子 BRCA の遺伝子異常があるかどうかを調べていただいて、遺伝子異常のある方が治療の対象になるということで、検査も全て薬剤の製版後は保険でカバーされるようになるというふうに考えておりますので、そこはご安心いただければと思います。これは先生結構最初の段階でやるものなのか、もしくはその先生からやっといた方がいいよと勧めていただけるものなのか。現在はまだ薬剤が保険承認されておりませんので、実は検査をしようと思うと非常に高額の30万円ぐらいのお金自費で検査をすることは可能です。で、大阪内の多くのがん拠点病院では検査をすること自体は可能だと思います。で、検査を希望される方っていうのはもちろん家族歴で乳がんの方がたくさんおられるような方なんかが、やはり先生や遺伝のカウンセラーの方から選別されて検査を進められる可能性はありますし、もしご自分のご家族でそういった異常、乳がんの多い方や前立腺がん、あるいは膵がんのご家族がおられるような方の場合はですね、一度担当の先生に質問していただければと思います。はい、ありがとうございました。さて、いただいた質問続いてなんですけれども、ちょっと心配になるんですよね。甘いものやお肉食べても大丈夫ですかといただいてるんですが、食事のこととかやっぱり気になさるとは思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ先生からお願いいたします。特に癌種によってこれを食べてはいけないというものはないと思うんですけど、もちろん糖尿病をお持ちの方なんかは食事制限というのはある程度必要な場合もありますが、一般的にそういった基礎疾患といいますか併存疾患がない場合は食事でこれを食べてはいけないというものは一般的にはないというふうに考えてよろしいと思います。好きなものを適度にとっていただくということだと思いますね。はい、やっぱりフクロウの会でもそういう話は出たりします。これいいよあれいいよとか、逆にこうした方がいいんじゃないっていうのは。そうですね、私たちの会の方で何か進めるってことは一切ないんですけれども、やっぱり関心が高い患者様は多いので、交流会の時のフリートークの中では話題にはよく上りますね。でも先生のおっしゃった通りだと思います。ここに気にする必要はない、ということですね。そしてやっぱり一番気になるのが、再発防止のために取り組むべきことって何かありますか、もしくは心がけた方がいいこととかはありますかというのが結構質問なんですけれども。先生いかがでしょうか。はい、手術を受けられた後の再発を気になさる方、特にトリプルネガティブの方多いと思われるんですが、やはりきちっと担当の先生に、診察ですね、特に手術をした側の乳房や体側の乳房も含めて定期的に見ていただくということが一番やはり効果的だと思います。でそれ以外の例えば CT を取ったりとか骨の伸長をしたりとかいうのは、必須ではないと思われますけれども、もし何か気になるような症状が続いたような時は担当の先生に相談していただいて、検査をするかどうかを話し合っていただければというふうに思います。でそれ以外に生活上気にすることっていうのは特にないんですが、やはりストレスをなるべく減らして運動なんかを生活の中に取り入れていただくっていうのは、生活のギアシフトしてギアチェンジをしていくというのも重要かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして牧野さんご自身も乳がん患者のためにヨガクラスをやってらっしゃると伺ったんですが。ヨガ自体で予防ができるわけでもありませんし、それだけで治療ができるということは決してないんですけれども、私自身が治療をしていた時にですね、もう術後の2週間ぐらいからヨガを再開したんですけれども、私もリンパ節全部取ってますので、かなりリンパ浮腫のリスクは高い方だったんですけれども、動くようにもなりましたし、リンパ浮腫についても特にそれが予防できるということではないですけれども、よく体を動かすことっていうのはやっぱりいいことことだと思いますし、自分自身も気持ちいいということと、ヨガはやっぱりあと運動としての効果に加えて、気持ちの部分ですね、精神的な落ち込みだったり体のだるさだったりっていうところが緩和されるっていうような効果もあるとは思いますので、あんまり効果って言ってはいけないんですけれども、はい、そうですね、リラックスすることも大切ですもんね。はい、ありがとうございます。まだまだお話を伺いたいんですが、あっという間に時間が経ってしまうもんですね。本当に申し訳ないんですけれども、最後にお二人から皆さんに一言ずつメッセージをいただければと思います。それでは鶴谷先生、お一言お願いいたします。そうですね。がんと診断されてからがんと生きるということは非常に難しいことだと思いますし、日々いろんなストレスと遭遇されていると思うんですけれども、あまりこう過去を振り返ったりですね、先のことばかりを心配するのをやめて、今生かされているその瞬間をですね、しっかり集中して生きていただくっていうのが私からのアドバイス。腫瘍マーカーの値を見て、その度にこう一喜一憂する気持ちは非常に我々はよく経験をするんですけれども、なるべくそういったものを捨ててですね、生きていただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。では牧野さんも一言お願いできますでしょうか。私も今鶴谷先生のお話を聞いていて、ヨガの時にもよくお話しするんですけれども、やっぱり過去への後悔だったりとか未来への不安っていうのが、がんの時じゃなくてももちろんそうなんですけど、がんになった時ってすごく自分で不安を膨らめてしまったり、後悔を大きくしてしまったりっていうことがあるかと思うんですけれども、やっぱり今を大事に諦めなくてもいいこともいっぱいありますし、あとはMBS さんで今回のような会やってくださってますけれども、しっかり知って学んで正しい知識を身につけて集う一人じゃないよということで、一歩外に出ると仲間がいたりします。でトリプルネガティブだけじゃなくてももちろんいいんですけれどもね、ぜひ一緒に歩める仲間が、もちろんご家族でも全然がんとは関係ない方でもいいかと思うんですけれども、一人じゃないよっていうことですかね。はい、ありがとう。どうもありがとうございました。以上をもちまして乳がん2セミナー終了とさせていただきたいと思います。鶴谷先生、牧野さんに改めて大きな拍手をお送りください。